はい、どうも、バチオです。今ね、愛知県と、田原市の、稲荷神社、まあ、ここには稲荷社って書いてありますけど、のふもとまで来てますということで、ここにね、稲荷山という非常に低い山があるんで、そこに向かっていきたい。けど、どれが正解なのか。お稲荷様のとこに向かうというよりは、登山道がどこなのかよく分かってないので適当に向かいますが、一応ここから登るとどこかに登山口があるらしい。68メートルという低い山なんですが、ここそのまま続きで山が、あ、看板ある、山があるんですよね。だからひょっとしたらその先も登るかもしれないし、まあ動画としては切るだろうけど。そしてね、この小屋なんですけど、ちょっと笑っちゃうんですけど、60メートルの山なのに、あの避難小屋がしかも山のふもとに存在するっていう、ちょっと面白い。ここですね。ここからもう稲荷山すぐだと思います。てかもうこのここ登ったら稲荷山じゃねえのかっていう。でその後、稜線沿いにずっと歩いてって、富士尾山っていうとこまで行けるのかな。多分この衣笠山がここで一番大きな山なんですけど、そちらへは行かないと思います。多分一回山降りることになるんでね、この地図で見て分かる通り。避難小屋気楽荘書いてあるわ。いや、あのさすがに山降りたとこにある避難小屋にあの待機するのは、あの八鬼市って気楽すぎるだろう。そういうのは山の中腹に作るもんじゃないのかいっていう、あの趣味でログハウスを建てるぐらいな感じで建てたのかいっていう。あれ、あの正直言っていい？もうこれ山頂近い気がするんだけど。だってこの先山が下がってるように見えるよ。ほらこれもう60メートルぐらい上がってそうじゃん。トイレ30メートル下、めちゃめちゃ親切やね。で書いてありますね、文字が達筆すぎる。でそしてまあこっちの方に行くと市民会館みたいな施設があって、そっちからも登ってこれるんですよね。よっしゃ登るか。あ、一応ここを登った感じだ。めちゃめちゃ整備されてますね、ありがたい。まあ年初に登る山としてはね、簡単なとこがいいし、まあその山登りをやる人にしては、その衣笠山っていう山自体も200メートルあるかないかみたいなあれなんで、全部縦走するらしいんですけど、僕は体力と相談というか、往復1時間ぐらいだといいなぐらいのそんな感じで行きます。
小牧山登るのとどっちがいいみたいな選択でこれ登ってますんで、簡単な方を。これなんかトンビ岩という名前があるらしいです。なんだろう、トンビが止まるからかな。なんか由来みたいなもん書いてないんでね。いやいやいや、待て、ほらこれ山頂っぽいよ。いや、こっから尾根あって、先もあるけど山頂っぽくね。ほら三角点つうかあるし、いや一応こっから先登ってんだよ、登ってんだけど、ひょっとしたらもうここに、ここ山頂かもしれない。全く周りは見えないですね。とりあえず別に山の山頂があるなら、また映像として残しますけど、とりあえず稲荷山なのかな稲荷って勝手に呼んじゃってるけど、稲荷山お稲荷さんの お稲荷でいいのかな。到達です。68メートル。まあ、この稜線沿いでね、続きの山があるはずなんで、そのまま行ってみますけど、一旦ねこれ映像切りますね。はい、以上パチオでした。バイバイ。